ただいまから第12レースのスタート展示を行います。ただいまから第12レースのスタート展示を行います。出走メンバーは1番森野正弘、2番北川淳二、3番今垣幸太郎、4番春園幸太、5番橋本俊光、6番広瀬慎也、調整重量1キロ。以上の6選手です。第12レースチルトの角度はマイナス 0.5 度が2番、3番、4番、0度が1番、5番、6番でございます。またプロペラの変更はありません。第12レースのスタート展示、進入隊形はインコースから1番、2番、4番、3番、5番、6番です。第12レースのスタート展示は4番がフライングでした。スタート展示からピット離れ、そしてコース争い、誰が角になるのか、ボートレースの一つの醍醐味、コース争い、その進入の駆け引きが見られましたが、本番はどのような形で6艇折り合うでしょうか。5日間のミドルシリーズ楽天銀行杯争奪戦、暑さにも負けずに戦い抜いた6選手が登場。シリーズの総決算、12レース優勝戦が始まります。スタートまでは1分を切りました。さんさんと照りつける日差しは今日も変わりません。そして同じく対岸からの風も変わらず4メートル前後というコンディションです。さてスタート展示は1-2-4-3-5-6、どうやら並びもスタイルも本番スタート展示と同じとなりそうです。1コースに1番の森野正弘、予選最終日連勝で掴んだそのポールポジションの座、しっかりと流れを掴んで優勝まで駆け上がることできますか。原点晴れの手との輸出は2コース2番の北川淳二、充実の今年3コースに入った4番の春園幸太、今年12度目のファイナル、休み明けでもその実力は文句なし。4コース角3番の今垣幸太郎、競り合いをニヒルに見つめるその外2人、5コース5番の橋本俊光、6コース6番の広瀬慎也、1番2番4番3番5番6番で優勝戦スタートしました。インから1番の森野は上々のスタート、4コースからうち3番今垣も少し覗いた踏み込み、ただ1番の森野伸び返して先前、2コースまくりに行った2番の北川、止めに行った1番の森野、その内側く、さあ今垣幸太郎占領役者、ここ1番で力発揮か。それでも許さないのは地元のエース森野正弘、逃げ展開スタートは前提正常でした。押し切って1番森野が先頭、2番手内から5番の橋本が姿を見せる2マーク、回して刺すのは3番の今垣幸太郎、今垣が刺してさばいて2番手、その後ろ3番手5番の橋本優勢も忍び寄る、内6番の広瀬、外2番の北川の姿、2周目に入っています。前の2人は抜き出して1番森野先頭、3番今垣2番手、焦点3番手2周1マーク、先に回るインコース6番の広瀬、今度は差しに転じるのは5番の橋本、2番の北川離された5番手、なんとかここは差し切る形で5番の橋本3番手、それでもまだまだ一定審判前後の差、6番の広瀬はワンチャンス伺って2周2マークへと向かっていきます。
1番森の3番今垣と直線コースに戻り3番手5番の橋本先取る外を思い切って握って回った6番の広瀬ですがこれは少し離され始めた5番の橋本3番手そのリード時計前では2点進半近く最後の1マークへ向かっていきます。1番森野そして3番今垣と3周1マークをクリア3番手変わらず5番の橋本懸命に前追いかける6番広瀬4番手その後ろが2番の北川5番手で4番春園最高峰ラストターンマークへ向かっていきます。これで今年2回目通算13回目徳山では2021年11月以来3度目の優勝へ1番森の先頭3番今垣2番手少し2番手に差を詰めた5番の橋本3番手地元の牙城を守りました。1番森の優勝ゴール3番今垣ゴールイン5番橋本ゴールイン6番広瀬ゴールイン2番北川ゴールインラスト4番春園ゴールイン。